a g デオ二2 4はファイントデイ資生堂が発売している生肝、デオドラントスプレーのブランド名である。2001年に AG として販売を開始。商品名の由来は銀イオンの4式 AG で新殺菌剤の銀含有ゼオライトを世界で初めて生肝剤に使用した。汗の匂いが発生する原因菌を殺菌することで匂いが発生しないことをずっと匂わないを。 キャッチコピーにして宣伝している。なお、現在の製品には、銀含有ゼオライトは含まれておらず、有効成分はイソプロピルメチルフェノールに変更されているため、当初本品の特徴としていたギニイオンによる殺菌効果を謳ってはいない。ただし、サラサラ、パウダーとして、銀含有アパタイトが配合されている。CM に出演している匂い鑑定人は、 発売当初から米オハイオ州新品気象材の医薬品検査会社ヒルトップ、リサーチ社所属の匂いの濃度鑑定士、ベッツィーライオンズを起用していたが、2015年2月のリニューアルからはカリフォルニア大学卒業後、ペンシルバニア大学で心理学の博士号を取得した心理学者で嗅覚専門の認知科学者、エイブリー・ギルバートを起用している。2012年2月には、 主力商品であるパウダースプレーとフットスプレーの処方を改良。従来からのギミイオンの殺菌力に加え、汗、匂いの発生の発生を抑える処方。フルシナジーアクション技術の採用により、汗、匂いが発生する、あらゆるルートを断ち切り、ギミイオンの殺菌力を最大化することで、朝の一吹きでついた地中汗、匂いを抑える効果が向上した。 またパウダースプレーをはじめとする全アイテムにおいて、クールタイプと香り付きの商品は、色付きのパッケージにリニューアル。さらにブランド発の男性向け商品、メンズボディシートを発売した。2013年2月には、男性向けのパウダースプレー、メンズデオドラントスプレーを発売した。2014年2月には、汗、皮脂の匂いだけでなく、気になるカレー臭もカットする、デオドラントスプレー。 エイジデオスプレーとエイジデオスプレーの男性向け商品メンズエイジデオスプレーを発売した2015年2月には高密着処方で隙間なく密着して匂いの元となる匂い菌を殺菌する匂いフルブロック処方を新たに採用するとともにパウダースプレーは香りも楽しめるフレグランスラインを配置して全面刷新2016年2月リニューアルに伴い商品名を AG デオ24に変更。2021年7月1日付で発売元が資生堂からファイントゥデイ資生堂へ変更された。ありがとうございます。